大津町駅は、島根県出雲市大津町に位置する、市畑電車北松江線の駅である。駅番号は3。2010年5月29日公開の小築映画、レールウェイズ49歳で電車の運転士になった男の物語で、主人公の母の病状が悪化したことを、主人公に伝えるために、主人公の娘が自転車で駆けつけるシーンの撮影は、当駅で行われた。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。基本的に無人駅だが平日の6時47分から8時23分までは駅員が廃される。両ホームは構内踏切によって接続されている。かつては木造駅舎が建てられていたが老朽化のため取り壊され2003年に奥原設計事務所が設計した新駅舎が竣工した。当駅における 営業列車同士の交換はなく、通常は駅舎側のホームのみを使用する。1日平均の乗降人員は以下の通り、朝日新聞サイト内、島根、デファニ50系復活レールウェイズロケ、2010年11月2日閲覧。市畑電車公式サイト路線、駅のご案内、鉄道ジャーナル2007年9月号、P74 出店。 島根県統計書 AB 寺田雄一、日本のローカル施設2000ネコパブリッシング2000年270ページ ISBN4 から873662079出雲科学館パークタウン前駅大津町駅旭日川岡駅の終日無人化のご案内市畑電鉄オリジナルの2021年9月17日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20210917091732/.https://ichibata.co.jp/.lay/.topics/.202109161115.html2021 w w w r a i w 年9月17日閲覧。